とワルツを踊ってくださいませんか。心地よい春風と午後のひとときはあなたのためのもの。うんららら。石垣の家の少女よ、窓から僕に歌を呼んでくださいませんか。白い木蓮の寝息がそっと聞こえるような夜には、うんららら、寂しがり屋の内気なあなた、ママのことを話してくださいませんか。都忘れも街を閉じて、あの空を思っていますの音をいくつ聞いたでしょう。窓でも開けて風に当たったら笑ってみましょう。もう春だから、若い女の子は
綺麗になった。去年よりずっと。
新しい歌聴いてください。君は悲しみ。
どうもありがとうございました、君は悲しみのという歌を歌いました。私はね、すごくたくさん友達がいるんだけどね、今日も本当皆さんがたくさん来てくれて、なんかみんななんかすごい本当にこう、初めてね、こう会う人が多いと思うんだけど、なんか本当に友達みたいな気がしてしょうがないのね、人間の友達も多いんだけども、動物の友達も私たくさんいるんですよね。それで最近、そう、金之助はうちのアホ犬ですがなんかちょっと狐みたいな感じがするんだけどねまあ、うちの、金之助もね、まだまだちっちゃいけども、いくつまで生きるかわからないけどもね、やっぱり本当に私はいつでもコンサートなんかで行ったり、自分一人で思ったりなんかしてるんだけども、いろいろ捨て猫がいたりとかね、いろんな動物、食べるだけに育てられる、そういう動物だとか、そういうの見てると、なんかとっても私もその豚だとか牛だとか、そういったもののおかげで生きられているんだけども、やっぱり本当にね、人間と動物とか植物とか、いろいろそういったものとこう同じ地球の上で暮らしていくのは本当に難しい問題だなと思って、私のこの頭ではなかなか解決できない問題がたくさんありますけども、やっぱりこんな私思うんだけど、こんなちっちゃい蚊にしても、よくゴキブリだとかね、銀歯だとか、そういったものがいたり、なんかちょっと目の敵のようにピシャッ殺してしまったりなんかするんだけど、まあやっぱり私にとっては、人間にとってはなんかいらんわというようなものかもしれないけども、でもやっぱりこんなちっちゃい蚊にしても、こんな細い足で一生懸命こうして生きてるもんだから、命があるっていうのは本当にすごい、生きてるというのはすごいことじゃないかなと思ったりなんかしますけどね、ずっと、いつも歌ってる歌ですけども、これからもずっと歌っていきたいなと思っています。今日は本当にどうもありがとうございました。それでは、いつか冷たいのが。
生きてる。